それではご紹介いたします。マノアちゃんです。はい、マノアです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。一人焼肉ジュージューということでね、はい、大好きなんですか？大好きです。わあ、いいですね今までは家族と行かれたりとか？そうですね、家族と行くこともあったんですけど、うん、やっぱりこっちに来てから一人で空き時間だったりが多くて、ええ、その時に一人焼肉にチャレンジしたら意外に大丈夫だったので一人で入る勇気ってちょっといたでしょ？ちょっといりましたね。あの、うん、最初入った時に、うん、あのお待ちの方いらっしゃいますか、お連れ様ですかって言われて、はい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 、いいえ一人ですって言いましたねこれどういうそのネタが好きとかあるんですか？その私は炭塩が炭塩大好きで、いいですね。もうひたすら炭塩を食べてます。炭塩とともにじゃあご飯をいただくみたいな。はい、もうご飯がないと焼肉は食べれないです。なるほどね今のこの季節は新米がね、美味しい時だからね。そうですよ、ちょうどいいわね、でも一人じゃなくてお友達とか一緒に行ったりとかそういうことはないんですか？いや、そんなこともあるんですよ、いないことはないんですけど、まあ、やっぱりあの芸能界のお友達とかが高校でできたので、はい、でもそのお友達となかなか予定が合わなかったりするので、スケジュールがね、ちょっと、はい、なので一人で行くことが多いです。そうですか。やっぱり締めにはデザートを。そうですね、あ、いただきます。いいですね。何を食べますか？アイス。アイス、わあ、美味しいですね。最後バニラアイスを。じゃあ一人が結構好きなんですか？割とそんなに気にしないでいけるという。そうですね、一人で気にしないです。カラオケとかも一人で歌いますし。すごいすごい練習とかね、兼ねていくんですよね。一人でカラオケ行くときにはやっぱり自分の歌歌うんですか？あの、歌ってみます。あ、一応どんな感じか。はい、あの、嬉しくて、カラオケに私マノアって書いてるのがすごく嬉しくて、あら、気持ちいいですね他にはどういった方の歌を歌われるんですか？そうですね、演歌も歌うんですけど、やっぱり最近の曲だったり、アニソンだったり。アニソン、はい、あとは竹内まりやさんとかも最近よく歌ってますね。こう比率でいうとアニソンが何割とかそういうのがあるんですか？いや、全部同じぐらいの割合です。本当にいろんなジャンルをまんべんなく歌いますね。それはすごいですね。あの、一人で10代が歌ってるような伝目の履歴じゃないと思います。あ、後から入った人がその伝目を見て10代かなみたいな。さっき女の子一人出て行ったけど伝目見たら、はい、あれカルチェラタンの雪とかなんかとなんかあの本当にそうだと思います。あ、はい、そうなんですね。でもそういういろんな歌が好きですから、やっぱりいろんなこの歌声がね出てくるんじゃないですか？歌ったり踊ったりってこんなのもやるんですか？そうですね、ダンスは習ったことはないんですけど、うん、歌って踊るのも大好きで、はい、踊りもやってる。鏡に向かって踊っております。うわ、やっぱり初めてカンガルーと触れ合ったということで。はい、そうなんです。あれ、カンガルーとそんなところで触れ、あれ、写真がありますよこれ、これ、あれ、あのぼやけてるんですが、ええ、あの自撮りで私が興奮をしておりまして、はい、カンガルーだと。なので少しぼやけてしまってるんです。これはあれですか、オーストラリアかなんか行った時の。マナちゃんがはっきりしてるだけでカンガルーの方がよく、そうなんですけど、これあの2頭カンガルーがいまして、はい、で奥にマーラという動物がいるんですけど、はい、あの大阪の枚方パークに遊びに行ったんですけど。大阪だったんですね。はい、その中に室内動物園みたいなのがありまして、はい、そこになんとカンガルーがいまして。わ、なかなかカンガルーって触れ合えないなと思って、まあ、確かにそうですよね。はい、あの餌を買ってみたらもうあのモテちゃって、あらあら、はい、もうずっとついてこられてるっていう写真です。いいですね、奈良の鹿みたいな感じでね。そうですね。うわー、すごいですね。はい、動物好きでしたもんね。大好きです。もうなんかね、はい、毎回動物のお話をしてるかもしれない。前回もね、そのお話を、ね、はい、してましたけども、はい、心が優しいから動物が寄ってくるっていうね。そういうことですよ。うん、でまた笑顔も可愛いし、はい、さらにあの7年ぶりでね、7年ぶりプロダクションとしても、プロダクションとして7年ぶりの新人。7年ぶりの新人。はい、だからもう頑張らないといけない。頑張らないといけないっていうのはとても力を入れています。わ、それはすごいですね。ありがとうございます。ぜひ頑張ってください。ね、はい、はい、さてここで新曲のお話を聞かせてください。新曲、はい、約束。約束、はい、どんな歌ですか？はい、果たされなかった遠い夏の約束を私が男性目線で歌っている曲です。なるほどね。これはあの男性ももちろんですけど女性にも聞いてもらいたいですよね。そうですね、聞いていただきたいです。はい、でなんと地元が大阪の藤井寺ということで、はい、辰巳ゆうとさんと同じ藤井寺なんですよね。はい、お二人で観光大使もやっております。ほらすごいねぜひ地元も盛り上げていただきたいと思いますが、はい、ここでコンサートが。そうなんです。
ですよね。はい、そうなんですよ。地元大阪府藤井寺市で11月11日に私のファーストコンサートを開催いたします。はい、あら、おめでとう。頑張らないといけないね。11月11日です。はい、どうぞおいでくださいませ。お願いします。さあ、ここでマノアさんに新曲を歌っていただきましょう。約束です。どうぞ。どうぞ。約束は今も約束のままで、思い出すのは君と見た星空。そばで過ごした夏も水彩画の景色も夢のような記憶。君が目指す未来を教えてくれた声が耳に残って消えない。遠い場所で輝いているのを、ここで見守る僕は約束のままで、果たされぬままで、それでも君を思ってしまうよ。変わらないままで変わり続けてく、眩しい君はあの日見た夏。高なたまで届かぬ果てまで、自由に君は羽ばたいてゆくよ。寂しくなったら戻っておいでと交わした言葉、続いてご紹介するのは岡本浩太さんです。おはようございます。おはようございます。岡本浩太です。2度目ですね。2度目で、はい、またここに来られてとても嬉しいです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ドレッシングのマニアということなんですけども、はい、これどういうことですか？そうですね、僕あのドレッシングがもう本当に大好き、サラダが大好きで、はい、あのとにかくもういろんなドレッシングを試してみたくなっちゃう。でこうしてやっぱ歌とか歌わせてもらってると、地方とかも行くじゃないですか、その土地土地にご当地のドレッシングとかがあったりとか、ありますね、道の駅とか行ったらまた、あ、こんなのもあるんだって言って買ってみたりとか、そうやってなんかいろんなのを試してますね。おなんかあの最近のお気に入り、まあ、自分の中でナンバーワンと言えるドレッシングはありますか？はい、いいですか？おあるんですね。なんとですね、持ってきてる、こんなところから出てきた、登場するんです、内ポケットから。こちら和歌山のですね、明治湾というお店がありまして、そこの作っている梅ドレッシングなんです。なんかさっぱりしてそうですね。はい、さっぱりもしてるんですけど、どこか濃厚なところもあって、あら、これはもう本当にそこでしか買うことができない。明治湾さん、まあ、そうなんです。はい、和歌山で買えるっていう。現地行かないと手に入らないですか？そうですね、まあ、あと一応通販っていうのをそこのお店さんがやられてる通販で購入できるんですけど、買ってみようね。ぜひぜひ。はい、いいかもしれないですね。紀州龍神村の。そうですね、龍神村の。龍神村ね。はい、そうですか。じゃあ結構野菜はいろいろとこだわりがあって食べてる。そうですね、もうレタスがとにかく大好き。レタ レタスと前よりもすごいシャープになったかな。 あ、そうですか。そうですかね、はい、ありがとうございます。どうですか、芸能界に入ってみて。今年4月ですよね。そうですね、4月にまあデビューさせていただいて、はい、まあでもいろんなことをやらせていただいてるんですけど、まあなんとなく慣れてきたような。でもそうですね、まだまだあの
あの先輩方にご挨拶行くときがとても緊張する。緊張する。あ、なるほど。そうなんです。って言いながらも実は芸能歴が長いという、長いことなんですよね。まあ、そうですね。もう歌はもうひたすら歌ってきてたので、はい、あのカラオケの、バックコーラスだったりとか、はい、ライトボーカルやらせてもらったりとか、はい、まあ、アニメの歌を歌わせてもらったりとか、はい、まあ、いろいろはしてたので、はい、すごいですよ。歌の国体と言われるですね、あの大会に出られて、はい、総理大臣賞を受賞したことがある。何ですか。日本大衆音楽祭2016年の大会で、はい、なんとグランプリを。グランプリ、はい、これすごいですね。そういうのあるんですね。あるんですね。はい、今年で39回目になるんですけど、そうなんですよ。はい、これはあの歌で総理大臣賞を受賞したということなんですけども、ええ、その時のお気持ちはどうでしたか。いやでも、まあ、まさか自分が選んでいただけるなんていうのはやっぱ思ってはなかったんですけど、はい、まあ、やっぱり歌の大会ってもういつもいつもやっぱ一曲勝負だし緊張するじゃないですか。はい、まあ、そんな中、まあ、精一杯歌ったつもりでもあったけど、やっぱ皆さんお上手な方がすごいたくさんいらっしゃったので、ええ、はい、いや自分まさか自分がっていうもう気持ちでもうすごく嬉しかったですね。たくさん宮間君もカラオケ大会出てたけど、ね、総理大臣賞もらえるのはその大会には出てなかった。いやそれはなかったんじゃないですか ね、 ね、はい、知ってたら出たのに ね、 ね、 ね、本当ですね。はい、さあここで新曲について。はい、この新曲は2作目ですか。いやこれがもうデビュー曲で、デビュー曲でずっと頑張ってて、はい、そうですね。はい、その歌もう一度どのような歌ですか。はい、この曲はですねもう直球ストレートな求愛型ラブソングとして、はい、歌っています。はい、振り付けがあったですよね。あ、そうなんですよ。もうこの振り付けもなんかライダーポーズだとかって言っていただいたり、こういうね、はい、あのポーズがあったりするんですけど、ね、これ全部自分で考えたもので。おおすごい。振り付け師のね先生方がいらっしゃるわけでもなく、はい、ちょっと自分で作っちゃったんですよ。 いいと思いますよ。はい、ね、そうですね。じゃあ岡本浩太さんにデビュー曲を歌っていただきましょう。はい、あなたに哀愁です。どうぞ。どうぞ。あなたしか見えない、こうしているのが夢のよう。あの日あの時あの場所で芽生えた愛がここにある。あなたに愛する心も体も何もかも話はしない。あなたに愛する優しい瞳がしみるよ。二人の出会いにありがとう。時がどんなに急いでも守ってゆくよ、いつまでも。こっちを向いてあなたに愛する、ときめく心を隠せないロマン。
香り、あなたに愛する、二人の明日に乾杯。